はい、皆さんこんにちは、SYK 代表の北野です。今回はですね、治療院、エステサロン、美容系向けのですね、店舗ビジネスですね、主にがリピートにつながり売上をアップすることのできるラインアットのタイムライン戦略というお話についてね、具体的なノウハウというのをお届けしていきます。で、今回はね、動画の内容を最後まで見ていただくことによってですね、実際にこのラインアットのね、ホーム投稿って言ったりもするんですけど、ホーム投稿とタイムライン一緒です。リンゴとアップルみたいなもんなんですけど、このタイムライン、いわゆるホーム投稿を使って、見込みのお客様をですね、しっかりと獲得するであったりとか、自分のそのタイムラインのホーム投稿を、意図的にね、拡散させてバズらせることができたりだったりとか、そこからの見込み客リストの集客っていうところですね、 LINE から LINE にお友達を集めてくる、そういったですねやり方が分かるようになりますので、まさに今回の動画ね、かなりめちゃめちゃ有力な情報をねお届けしていきますので、最後まで見ていただきたいと思います。で、そもそもなんですけど、LINE ってね、今皆さん使われている通り、日本国内でもですね、8000万人以上の人が使っていると。皆さんのね見込みのお客様、いわゆる20代から60代前半の方であれば、もうほぼみんな LINE を使っている、そういう時代に今なってきていると。で、ユーザーが LINE を使っているってことは、これからの時代ってのは治療院とかエステとか店舗もですね、やっぱりちゃんと LINE アットで見込みのお客様にの LINE に一斉にメッセージを送れる。こういうね、メルマガの LINE 版ですよね。この LINE アットってのをしっかりと使っていかないといけないよっていうことになるんですけども、ここでちょっとね、最初にメルマガ、今回 LINE がテーマなんで、メルマガとのちょっと比較ってしていきたいと思うんだけども、メルマガのデメリットっていうと結構あるんですね。例えば、メール開封率が今 5% から 10%、100人読者いても5人から10人しか開封されないよ。送ってもスパマ扱い、送ってもゴミ箱行き、ステアアドレス来い。ステアアドレス来いっても、例えば、皆さんってメールアドレス何個持ってます？僕とかであれば、最低も4つ以上は持ってるわけですね。で、この4つは携帯でしょ？ Yahoo メールとか G メールとかいろいろ会社のメールとか、全部のメールアドレスを朝昼晩全部メールボックスでチェックして返信してますかって話ですよ。そこまで見てないと思うんですよね。それも LINE とかチャットワークじゃないですか、今の時代。だからこそもうメールっていうのは、やっぱりですね、ほぼ見られなくなってきてる。もちろん一部の人は見てるとはいえどですね、100人読者がいて90人の人はもう取りこぼしちゃってる。そういうふうにもったいないことしちゃってるわけですね。なので、しっかりとね、LINE とかであれば、しっかりと今 LINE 皆さん毎日見てるわけです。で、LINE っていうのは一つのスマートフォンにつき原則1個しかアプリダウンロードできないようになってるわけなんですね。だからメールアドレスのように複数に、分散させることもないですし、なのでしっかりと送ればブロックされない限り 100% 届く。そしてお客さんに個別でプッシュ通知が行く。未読の丸2とか丸3とかありますよね、通知の数。あれ、消したくなりますよね。だとりあえず開封する。読むか読まないかは別にして、一旦やっぱ開封してくれたりとか、その開封率の高さっていう面でもそうだし、あとはその開封率が約メールマガの今の話で言うとも10倍以上を、誇る。だからこそこれからの時代っていうのは、LINE アットをしっかりマーケティング使っていくのがすごい重要ですと。ってなった時に、この LINE アットのね、ホーム投稿、いわゆるタイムラインっていうのがあるんですね。タイムラインっていうのがある。これをですね、実は活用していくことが、実は LINE で集客するためにめちゃめちゃ重要だよって話。で、これ多くの人はですね、これ実際に大手企業とかでもですね、あんまりこれ知られていないというか使ってない企業は結構多いので、皆さん今がチャンスだと思ってね、これぜひやってほしいんですけど、今日動画見てる方ね、チャンスです。で、よく店舗とかでもリピートにつなげていきたいよっていう方もいると思うんですよ。もちろん新規の顧客を取っていきたいっていう方もそうだし、リピートにつなげていきたいっていう人もいると思うんですけども、その場合にね、すごい重要になってくるのがですね、やっぱりタイムライン、ホーム投稿。ホーム投稿とタイムラインっていうのは、本当さっきも言った通り、リンゴとアップルみたいな表現の違いで結局一緒です。世の中にはね、LINE、ホーム投稿、っていう人もいれば、タイムラインっていう人もいるっていう風な話なので、結局一緒ですと。で、実際ですね、LINE を使ってるユーザーのですね、過半数以上っていうのはタイムラインっていうのを、見てるよっていうデータが実際出てます。月間タイムライン訪問者数6800万人っていうデータもね、これ実際 LINE 社のデータで、出てるわけなんですけども、実際このタイムラインってそもそも何ぞやっていうとですね、これです。いわゆる LINE のですね、見えます？皆さん。こちらの画面でですね、LINE を開いたときにホームっていうのがあって、トークですね。お友達とやり取りするトーク。で、その右側にこのタイムラインっていうのがあると思うんですよ。このタイムラインをクリックすると、上からTwitter みたいな形でですね、いろいろこういう美容系とかエステ系の広告とか、もしくはこういったホーム投稿っていうのがですね、流れてくると思うんですね。で、こういったLINE ショッピングとか、こういった投稿が、いわゆるですね、LINE でいうところの、ホーム投稿になってくるよっていうことなんですね。ホーム投稿になってくるよと。で、基本的にですね、この、ホーム投稿ですね、流れてくるホーム投稿っていうのをしっかりと活用していくことがすごい重要であると。で、このホーム投稿をね、皆さんが積極的に投稿するっていうのをね、まずやってほしいと思います。で、なぜホーム投稿を、これホーム投稿って言ったらタイムラインって言ったりしますけど、タイムライン上にホーム投稿を投稿するのがいいのかっていうと、実際にですね、これはもう6割以上の人がタイムライン見てるわけですね。で、例えば美容師とかね、エステサロンとかっていうのも、お客さんが1回来た、
で、二度と次は来てくれないという場合はまずいわけですね。できるだけやっぱリピート欲しいわけじゃないですか。結局 LTV って言って、生涯顧客単価って言って、一人のお客さんから生涯にわたって何回お店に来てもらえるのかとか、何回商品買ってもらえるのか、どれだけたくさんのお金を落としてもらえるのかっていうのはすごい重要になってくるわけです。まあ、LTV って考え方ですよね。ってなった時に、結局美容室とか僕もあるんですけど、今までは例えば東京の上野のこの美容室に行ってたのに、急に行かなくなることってあるんですよ。それなんでかって考えた時に、結局忘れちゃってるだけなんですよね。あそこの美容室に僕ね、上野の美容室のリビエラって美容室の高山さんって人ずっと指名してたんですよ。でもある時は仕事がめちゃめちゃ忙しくて忘れるんですよね。で、まあ、ちょっと近場でいいやって言って、まあ、近場のね最寄り駅の美容室行き始めたら、もうそこの上の美容室行かなくなっちゃうわけじゃないですか。っていう話と一緒で、結局ですね、でもまたタイムラインとかでそのねリビエラっていう美容室の方がホーム投稿で、まあ、なんか高山さん投稿してたんですよね。で、それ見て、あ、そういえば高山さんの美容室最近行ってなかったら、じゃあちょっと久々に行ってみようかなとかって感じで行ったりするこうだ結構あるんですね。で、実際このタイムラインを積極的にアップすることによって、うちの過去の卒業生の事例とかでも店舗ビジネスをやられている方、店舗オーナーでタイムラインをやったことによってそこから来店につながりましたとか、タイムラインを見て来店にしましたっていう方は結構やっぱいたんですよね。なので実際この接触回数の本質はですね、まあ、いわゆる LINE アットで一斉にメッセージを送るっていうのもそうなんですけど、やっぱり店舗系の場合とかだとですね、やっぱり毎日メッセージを送るとやっぱりうざがられたりとか、やっぱりブロックされやすかったりしますので、一斉配信っていうのは基本的に週に2回程度ですと、多くともね、まあ、週に1回か2回でも、その代わりこのタイムライン、いわゆるホーム投稿っていうのは毎日ここにね、タイムラインのとこだったら投稿しても別に問題ないんですよ。で、それによって、接触回数、お客さんの目に触れる回数が増えるから、お客さんの意識の上に上る。で、結果的に人っていうのは一日の中で何を見てるのか、どういうものを何回見てるのかによって、脳の中の優先順位が決まるんですよね。だからこそ、あ、そういえばここのエステさん最近行ってなかったからちょっと予約してみようかとか、そもそもね、脱毛通ってたとか、小顔エステ毎月行ってたけども、最近仕事がちょっとお客さん自身が忙しくて行けてなかったな。あ、でもタイムラインで見て、あ、そうだそうだ、ちょっとね、また、小顔ピーリング行かなきゃとか、脱毛行かなきゃって言って、またそこから予約を取るとか、こういうことは結構あったりするわけですよ。いかに本質はですね、お客様の記憶にあなた自身という存在を思い起こす回数を多くさせるかなんですよ。すごい重要なのね。だからこそ、タイムラインホーム投稿っていうのは基本的に個別のね、一斉メッセージだとお客さんに通知が行きますので、送りすぎるとブロックされちゃったりはするんだけども、このタイムラインの戦略とかであれば、このツイッターみたいな形で流れてくるだけなので、ね、ツイッターとか何ツイートしたからって言ってブロックされるとかないじゃないですか。フェイスブックとかも毎日一投稿してるだけでフォロー外されるとかないですよね。そういうイメージなので、このタイムラインとかであれば、まあ、個別ではなく流れてくるようなね、フィード投稿っていう形になりますので、毎日投稿しても問題ないというところなので、できるだけ毎日投稿した方がいいと思います。で、ホーム投稿の内容としては基本的に、まあ、インスタグラムとかの投稿のコピペで OK です。インスタグラムとかブログのコピペで OK です。まあ、毎日それ用にね、タイムライン用の文章を考えるとめっちゃ時間かかるんで、それでそこはコピペで OK だと思っておいてください。はい。で、基本的には、Twitter のツイートであったりとか、インスタグラムのストーリーをアップするような感覚で上げていただいて大丈夫ですと。まあ、これによってね、お客様からまたその再来店していくっていうね、まあ、いわゆるお客さんを復活させることがね、できるのであれば、まあ、結構費用対効果がいいと思うんですね。なので、これはね、ぜひ、コピペで済む、話なので、まあ、やっていただくと。で、一個注意点として、このホームトークをアップするときっていうのはですね、絶対にこの画像とセットでアップした方がいいです。なぜかっていうと、文字だけだとですね、やっぱりホーム投稿っていうのはみんなやっぱ画像でアップしてますので、目に留まりにくいっていうのがあったりするんですよね。なので絶対にこのクリエイティブって言ったりするんですけど、この画像、まあ何でもいいです。例えば、エステとかであれば美容のこういう画像です。写真とかを、アップして、それプラス文章で必ずホーム投稿はアップする方が、もちろん閲覧数、PV 数っていうのはアップしますので、ぜひね、この画像と一緒に送るのだけ気をつけていただけたらと思います。はい。で、次ですね、このタイムラインのですね、知られざる秘策ということで、ここからがね、本題なんですけど、実はですね、皆さん知ってました？この LINE のタイムラインホーム投稿っていうのは、自分が投稿したタイムライン投稿に、誰かがいいねマーク押せるようになってるんですね。まあ、Facebook と一緒です。Twitter と一緒です。いいね押せますよね。あれと同じ機能がこのタイムラインにもあって、これ押されると、例えば僕の北野のホーム投稿をあなたがクリックしていいねマークを押してくれました。そしたら、この僕のホーム投稿、タイムラインの投稿っていうのが、いいねをしてくれたあなたの LINE のお友達で繋がっている人たち全員にも拡散されますということなんですね。これどういうことかっていうと、自分の投稿にいいねしてくれた、さらに人の背後にいる LINE で友達繋がっている友達が例えば300人いたら、その300人全員にも自分の投稿は拡散されるわけなんですよ。で、その人に対してもリーチをできる、認知を広めることができる。これはすごい有利なわけなんですね。で、これ意外と知らない人多いんですけど、これはぜひね、活用していただきたいと思います。で、このいいねしたユーザーの LINE 友達にも一気に拡散されるっていうことで、これどういうことかっていうと、例えば、
まあ、実際にこれ僕のところに流れてきたやつなんですけども、まあ、例えば島橋整骨院っていうね、まあ、この投稿があって、まあ、本当はね、このホーム投稿も文字だけよりは画像があった方がやっぱこういう風にね、目立ちますので、画像とセットで投稿した方がいいんですけども、これ流れてきます。で、ここにカナルコさんがこの投稿を気に入ってますって出てきますね。これは、まあ、カナルコさんっていう方は、ま、僕自身と LINE で普通に繋がってる方なんですね。で、僕自身はこの島橋整骨院っていう LINE には登録はしてないんだけども、LINE アットです。この LINE アットには登録してないんだけども、カナルコさんという方が、この島橋さんの、LINE に登録していて、その島橋整骨院のこのホーム投稿にいいねボタン、ここです。ここのスタンプマークをポチッと押すと、ここにいいね2ってついてますね。いいね2ってついてますけど、いいねを押すと、そのカナルコさんと LINE で繋がってた僕のね、スマホの画面にもやっぱ島橋さんの LINE がこうやって表示されてるわけですね。そうそうそう。で、こっから僕は例えば島橋さんのインスタアカウントここにアクセスして見てみようってなったら、そっか僕もね、流入されるわけですし、あとはね、他にもこういうとこ気に入ってます。だから僕が例えば、あなたのね、LINE アットのホーム投稿にいいねマークを押したら、僕の友達全員に、例えば北野さんがこの投稿気に入ってますっていう形で、あなたのホーム投稿っていうのが僕の LINE で繋がってる友達、まあ僕は今2000人ぐらい LINE 友達いるんですけど、全員にですね、拡散されると。まあ、いうことなんですね。まあ、これぐらいすごいことなので、結果的にいかに結論から言うと、いいねを押してもらうのかっていうのがすごい重要になってくるということです。で、さらにですね、この LINE のタイムラインからさらに LINE アットにリストが入ってくる流れを構築できる。これはどうすればいいのかっていうと、やはりですね、このホーム投稿の最後に LINE のリンクを貼っておくっていうのはすごい重要なんですね。そうすると、このホーム投稿にいいねを押してくれたら、その投稿自体が拡散されますので、例えば、島橋整骨院のことを全く知らない人であったとしても、この人も面白そうだなって言って、ちょっと LINE 登録してみたとかっていうことは全然ありますので、そのためにいかにこのホーム投稿をいいねして拡散させるかっていうのがすごい重要になってきますと。で、最後にですね、それをやるために注意点が2つあって、このね、設定をしていないとホーム投稿が拡散されないということになりますので、ここもね、ぜひ注意しておいてほしいんですけど、いいねの受付をオンにしてください。これね、LINE アットの LINE 公式アカウントのスマホアプリをダウンロードしていただくと、設定からできます。で、まず、LINE 公式アカウントを開いていただくとですね、ここの、設定という画面があります。歯車マークをまずクリックすると、設定という画面がいけます。で、ここのですね、タイムラインってところですね、ありますね。このタイムラインをクリックします。で、すると、タイムライン設定のところで、ユーザーインタラクションというのがあるんですね。で、これをクリックします。すると、いいねのみを受け付けるようになるんで、必ずこうね、いいねのみを受け付けるというところにチェックを入れて保存しておいてください。そうすればね、設定は大丈夫という形になりますので、この設定のところだけね、ちゃんと忘れてないか、見直していただければなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、今回の動画少しでも勉強になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また、私の概要欄で LINE で僕とお友達になっていただくと、LINE と SNS で年商1億から3億以上を目指すための最新 SNS 集客動画講義というのもね、お渡ししておりますので、ぜひね、もっと LINE のノウハウを詳しく知りたいという方は、こちらからぜひ登録して、ノウハウをゲットしてみてください。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。